皆さんこんにちは、ひろきです。いただきます。あー、おいしい。今回は久々に、知恵袋からお知恵拝借のコーナーをやってみたいと思います。と言っても今回はパートナーがいませんので、一人で検索スタイルでやってみたいと思います。ですね、もうこの1週間ずっとコロナとそのコロナの後の後遺症みたいな感じで腹痛に悩まされておりまして、ようやく今日復活したんですけれども、復活今のところバッチリなんですけれども、はい。ということで、検索ワードはお腹でございます。腹痛ってやっちゃうともう腹痛しか出てこないので、ずっと腹痛の質問ずっと答えることになっちゃうんで違う質問も欲しいんでお腹ってしてみました。はい、今回はどんな、ご質問がいただけるんでしょうか。楽しみにしたいと思います。では早速いってみましょう。1問目。なんか重そうだな。 ID 非公開さんお腹に赤ちゃんいるし、お金のこともあるし、旦那に嫌われたらどうしようかとか、離婚されたらどうしようって思って、なかなか思ったこと言えない、尻に惹かれそうな状態です。どうすればいいですか。余裕ない女すぎて。自分と自分の旦那に自信を持ってください。以上。次最初から重いの来るな、もう。はい、次。 ZXC ほにゃららさん。腹巻きの編み方、基本的な編み方を知りたいです。和針和針、輪っかに針と書いて和針で読む予定で、毛糸は画像のようなものを使おうと思っていますの、画像が出てこないな。ゴム編みだと伸縮性があっていいかと思いましたが、作り目は相手の範囲、服以内で作ればいいんでしょうか。また、編んで数段後はメディアス編み、終わりにまたゴム編みにした方が早いと聞いたのですが、それでも大丈夫ですか。考えの基本的なものも含めて教えていただけると助かります。はい、図書館へ行きましょう。次。お腹に赤ちゃんがいますというキーホルダーのようなものをぶら下げて歩いている女性をたびたび見かけますが、そういう人は他人から優しくされたいのですか？何のつもりなのですか？他人から優しくされたいなんて甘すぎると思う人はたくさんいると思うので、もしも自分が妊娠したとしてもそのようなものはぶら下げたくはありません。それとそのようなものを身につけていると見知らぬ人がから嫌がらせ行為をされることが実際にあると聞きました。とにかくそのようなものをぶら下げて歩いている人は何のつもりなのですか。はい、子供を守りたいんです。以上って言おうと思ったんですけど、精神障害者や身体障害者の赤い十字ハートのマーク知ってますか？あれも印なんですよ。自分を助けてくださいっていう。
あと、車の初心者マークご存知ですか？あれ、私初心者なんで、いきなり急ブレーキかけることとかあるかもしれないんで、気をつけてねっていう印なんですよ。あれ、周りを守ってるんですよ。自分も守ってますけど。あと、枯葉マークってご存知ですか？あれも同じなんですよ。私、老人で、道が分かりづらくて、途中でいきなり曲がっちゃったりするかもしれないんで、みんな気をつけてねっていうふうに、自分と周りを守るためのマークなんですよ。そして、もう一度言いますが、お腹に赤ちゃんがいますというマークありますよね。立ってて、電車に急ブレーキがかかって、お腹から落ちたらどうするんですか？マークつけてんじゃねえよっていう声に押されてつけてなかった自分を責めたりしませんか？シルバーシートってお腹に赤ちゃんがいますのマークをつけてる人にも譲ろうってなってますよね。はい。そういうためにあるんです。見知らぬ人から嫌がらせ行為をされることが実際にあると聞きましたってありますけど、それ嫌がらせ行為をする人に責めなきゃいけないのであって、キーホルダーつけてる人が責められるいわれはないですよね。で、むっちゃマジレスしちゃいましたけど、子供に優しい日本にならないと人口増えないと思います。次。お腹の張り、痛みが5年ぐらい続いています。ずっとではなく、1ヶ月全く張らない時もあれば、1週間以上張りが続いて痛いことがあります。正直痛すぎてしんどいです。嘘、もう。大腸検査、胃カメラ、CT、肛門からのエコーを受けました。異常なしです。ガスコンや入り棒薬効かないです。漢方も効かないです。これはもう過敏性腸症候群ですよね、きっと。って先生に言われたわけじゃないんですね。鍼治療も初めてヨガもしてますが、治らず辛いです。どなたか他にどんな治し方があるか教えてください。よろしくお願いします。ということです。セカンドオピニオンを受けましょう。ね。一個の先生じゃちょっとわかんないですよ。これ、もっと精密な検査をやってくれる病院紹介してもらった方がいいですね。はい。じゃないと本当はものすごい病気かもしれないですよ。だいたい痛すぎてしんどいのを我慢してるとがんが進行するとか聞きますからね。はい。僕ちょっと痛いとすぐ痛いってなっちゃうんですよ。 だから僕がんになったらすぐ気づいちゃうと思います。痛いってなっちゃうんで、膵臓がんみたいな気づきづらいがん以外はもうみんなすぐ痛いよ痛いよって、もう2、3日痛いよって言ってすぐ病院行っちゃうんで。 はい、次。みんなお腹痛いんだな。お腹が本当に痛くて仕方がないです。生理でもないです。急に痛くなりました。治りません。正直すごく痛いです。寝たら治ると言いますが、痛すぎて寝れません。どうしたらいいですか？ちょっと生理でもないですっていうのが気になりますよね。生理が来ないんですか？予定日に。そしたら妊娠の可能性がありますよね。それだったら
妊娠検査薬だと思います。はい、そうじゃなかったら病院に行きましょうね。病院に行って治らないんだったらここに聞いてください。はい、次、お腹が痛くないのに水下痢が5日ほど続いていますって、これ私じゃん。あ、ACH なんちゃらさんですね。はい、関係ないかもしれませんが、自然なんていうもの、なんかよくわかんないけど、なんか食べてからこの症状が続いています。病院へ行きたいのですが、昨日からコロナの濃厚接触者となっており、行くことができません。コロナじゃないですか。その自然なんとかを食べてからっていうのはたまたまじゃないですか。もしかしてコロナなんじゃないですか。これちょっと病院行ってください。はい、濃厚接触者でも行くことできるところとか探せばいいんじゃないですか。発熱外来とか行ってみたらいいんじゃないです。もうそれかっていうか PCR ケーステスト受ければいいじゃないですか。はい、うん、それでいきましょう。はい、次、ID 非公開さん、お腹、脇腹、背中、二の腕を蹴られたのですが、ただの兄弟喧嘩で済まされました。兄はもともとサッカーをやっていたのもあり、普通に蹴られるよりも痛く、今生理ということもあり、蹴られたせいか脇腹がものすごく痛いです。警察は相手にしてくれませんでした？当たりどころが悪かったらどうする気なんですかね。結局死なないと問題視されないんですよね。警察派出所かどっかに行きました？なんだったら警察署に行きましょう。で、被害届を出しましょう。はい。で、あと病院行きましょう。病院行って被害届ですね。はい、病院行って被害届です。はい、それで行きましょう。はい、はい、次、はるさん、お腹に違和感があり張ってる感じがして微熱も少しあります。最後に性行為をしたのは11日前で、お腹に違和感を感じるようになったのは行為を行ってから2日後くらいです。生理予定日は30日で、排卵日は予定では13日でした。妊娠の可能性はありますか？非常識だと思いますが、避妊なしで行ってしまいました。中には出していません。はい、妊娠検査薬使ってください。次、お腹が空いても少量のご飯ですぐお腹がいっぱいになって、またすぐお腹すぐすく体質なんですけど、放課後遅くまで残っていたりすると低血糖で手足に力が入らなくなります。行っても1時半にお弁当を人並みに食べてお腹いっぱいになった後、6時くらいまで何も食べてない状態です。健康に生きている細身の人ならそれだけでフラフラにはならないですよね。常に血糖値が低めなんでしょうか。いや、
僕学生の頃すっごい痩せてたんですけど、お腹すぐ空いてましたよ。はい。もう脂肪が足んないんで、もうなんていうか、あれなんですよね。本当にスタミナが足りないみたいな感じになっちゃうんですよね。で、頭もフラフラしてきて。だから、飴ちゃん買いましょう、飴ちゃん。飴ちゃんを買いましょう。はい。次。長いな。うわ、長っ。ID 非公開さん、長っ。ちょっと酔ってますけど、早口でいきますよ。理不尽で腹が立ちます。母親と夕方リビングで喧嘩して、喧嘩はどっちもどっちです。リモコン叩きつけられたし、喧嘩後あっちは物音をいちいちバンバンと大きくして機嫌が悪かったので、私も話しかけずに一人でスマホいじってました。そしたら夕飯時の取り皿が足りないことに気づき、取り皿が足らないから取ってきてと言えばいいのに、母親が誰かさんが食べないから気を利かせて取ってきたらいいのにねと言いました。私は取り皿が足らないことに気がついてなかったのではと思いました。ちなみに母親も妹も普通に食べてるし、私だけ強く当たってきました。もちろんちゃんと皿は持ってきてくれました。そのくせご飯食べ終わって漫画読んでたら急に「ねえ○○」と、こっちはまだ怒ってるのに、さっきのがまるでなかったみたいに読んできました。漫画読んでる途中なのにもあり、腹が立ってたので返事はせずに顔をそっちに向けました。目が合ってるのだから私が反応していることはわかるはずなのに、ダメだ無視してると言いました。しょうがないので何？と少し機嫌が悪い声になりましたが聞きました。こんな時に聞くのだから何か重要なことだと思ったのです。そしたら、この動画すごい面白いよとかふざけたことを言ってきました。見ないと言ったら、急に父親がバーンとリビングの机を叩いて、クソ野郎がと言ってこっちを睨みつけてきました。喧嘩したことを知らないので、私の態度だけ見ればしょうがないといえばしょうがないですが、さすがに腹が立ちました。でもいつもこうなんです。大体母親のとの喧嘩は両者が悪いか、あっちが発端かです。私だけが原因なことはほぼありません。客観的に見てもです。そもそも喧嘩が面倒なので、自分から喧嘩につながるようなことはめったにしません。父親は大体喧嘩の始まりを見ていません。途中から来るので、私が理不尽な理由で怒られたり、喧嘩をしている時に私が言い返すと暴言を私に向かって吐くのです。でもそこで言い返せば殴られることが分かっているので、中学まではまだ子供だったので悔しさのままに言い返してはぶん殴られてました。ということで黙ってしまいます。単純に怒鳴られるのも怖いですし、だから今日はマシな方でした。でも腹が立ったので仕返しとばかりに2階の自室に黙っていくという静かな反撃をしました。ドアをちょっとだけ強く閉めてやりました。今は寒い部屋でこうしてスマホをいじってます。今日は特番で面白いテレビばかりなのに見れないのが悔しいです。ゲーム機も下に置いたままなので取りに行きたくてもゲームもできないし、本当はリビングにいたいけど、一瞬の怒りに流されて、もうこう上に上がってきてしまったし、あいつらと一緒にいたくないですし、下行けません。少し経ったのと寒さで冷めてきましたが、思い出すだけで腹が立ちます。どの家庭もこんなもんですか？やっぱり私がまだまだ子供なだけで家族は悪くないんでしょうか？はい。質問は2つです。どの家庭もこんなもんですか？そんなことはありません。やっぱり私がまだまだ子供なだけで家族は悪くないんでしょうか？やっぱりあなたはまだまだ子供なだけです。大人になったら発言権を得ます。家族は悪くないんでしょうか？悪いです。なんちゅう家庭だ、ここは。もう、どうしちゃったの、この家庭。
お父さんがお父さんですよね。お父さん、ちゃんと最初から話をしてみなさい。私が聞いてあげようとか言わないんですか？途中から入ってきていきなり自分の主張を言ったりするわけですか？父親さんは。もうちょっとその父親さんも父親さんですよ。母親さんも母親さんですよね。喧嘩はちゃんと仲直りしてからそれから仲良くしましょうよ。もうまあ質問には返したんでこんなもんだということですかね。はい。はい、以上です。もう、お腹って検索してこんなにひどいのばっかり出てくるとはびっくりしましたよ。けど、まあ、予想通りといえば予想通りですかね。はい。お腹って言ったら、妊娠、暴力。腹巻きの編み方が来るとは思わなかったな。いやー、ちょっと日本 DV 多くないですか？やばいっすよね。ちょっと皆さん、あの、なんか相談ダイヤルとかに行ってみてください。はい。なんか、あの、もっとマシな答え言ってくれると思うんで。あの、僕ちょっと思うんですけど、ヤフー知恵袋、あの、非常に参考になって僕としてはありがたいんですけど、あの、あまりにも、それ警察行った方がいいよとか、そういうふうに、なんていうのかな、知恵袋で済ましちゃいけない問題が多すぎます。日本の問題。皆さん、ちゃんと叱るべきところに相談してください。医者行ってない人は医者行くなり、警察行ってない人は警察行くなり、相談ダイヤル使ってない人は相談ダイヤル使ってみるなり、ちょっと頑張って生きていきましょうね。ほんと、頑張ってくださいね。もう。来年はいい、うさぎは跳ねるっていうんで、株価も跳ねてほしいんですけど、それは置いといて、あの、みんなうさぎ年なんですから、可愛くいきましょうよ。そんな、ねえ。お腹に赤ちゃんがいますのマークがダメだっていうんだったら、もう、ごっついマークに変えてあげましょう、もう。赤ちゃんのぬいぐるみとかブーブーっていうような、あ、押したらブーブーってなるような、俺、私は赤ちゃん抱えてんだよこの野郎みたいなのが分かるような入る種だこの野郎みたいなのそういう脅しが入った怖いマークとかつけてみたらどうでしょうか。政府の、厚生労働省の皆さん、ご検討ください。はい。じゃあそんなところで、あの、面白かった人はいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録お待ちしております。はい。それじゃあまた別の配信でお会いしましょう。さよなら。